トランプ氏の大統領選勝利で世界のパワーバランスは今後どうなっていくのか米軍の駐留経費の負担増イスラム教徒の入国禁止メキシコ国境に壁など数々の主張をしてきたトランプ氏がアメリカの次期大統領に決まってから2日今後どのような外交・安全保障政策を打ち出してくるのか国際社会の注目が集まっています アメリカは世界の警察であり続けることはできないと国際紛争や同盟国防衛におけるアメリカの役割を縮小していくと主張シリアでのアイシル総統作戦については関係が悪化しているロシアとの連携を模索する考えを示す一方で日本や韓国など同盟国に対しては米軍の駐留経費の負担を増やすよう求めるとしていますまた中国に対しては 貿易でアメリカに損をさせている為替レートを操作していると批判し就任後には中国製品の関税を一律45%に引き上げると主張したこともありますただこうした選挙期間中の発言をどこまで実現させようとしているのかトランプ外交の行方は未だ不透明ですそこで今夜はトランプ氏の大統領選勝利によって世界のパワーバランスが今後どのようになっていくのか 国際政治や安全保障の専門家と考えます、はいまあ、大統領になるからといってですねやっぱりそのあらゆる分野に精通しているわけではないというのはどの大統領が誕生してもそうなんですけれども、はい、トランプさんの場合、不確定要素が大きすぎるのとどんな方をこれからどの分野のブレーンにつけていくのかというのが、はい、その人脈などがです、ね、もともと政治畑ではないという方なのでか、うん、からなかったりすするんですよねそうしたこともあって例えばサプライズ人事みたいな仕方であの民間のところからまあシンクタンクでまあ担当閣僚、うん であるとか無礼に添えるってなった時にあの人間やっぱりあるんですよねたまたま飛びついてしまった専門家が極端な人だったりとか偽科学的な人だったりとかあ<ー>まあものすごい暴論だったりとかっていうことはよくあるじゃないですか <laughs> あの今の政治家の人とかでも、はい、あなんでそれに飛びつくのっていうようなケースっていろんなブレーンとかものであったりもするんですけれどもうそうした中で、まあ、いろいろ読みにくいところがあるんですが、まあ、今までのアメリカの流れというものを抑えた上でトランプさんによってそれがどう変わるのかというようなことそして、まあ、トランプさんがこれまで言っていた発言は実現されたとしたらどうなのかなど、はい、などいろいろ今日は、ね、考えていきたいと思います。はい ではゲストをご紹介します。放送大学教授で中東情勢やアメリカの外交政策に詳しい高橋和夫さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。よろしくお願いします。続いて、えー、中京大学教授でアメリカ安全保障政策や日米外交に詳しい佐藤昭弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして軍事アナリストで特にロシア情勢に詳しい小泉裕さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 さて、まず高橋さんに伺いたいんですけれども、何、はい、と言っても、このムスリムに対するですね、敵対的な発言というのが、トランプさん非常に目立ったわけですね。で、それからまあ、メキシコとの国境に壁を建設するといった仕方で、ムスリム以外の方々、ヒスパニックの方や、まあ,あ、そうした様々な人種の方にも、まあ、あの、敵対心をこう、むき出しにしているような印象がありましたが、そのトランプさんが勝ったこと、高橋さん、まずどういうふうに受け止めていらっしゃいますか やっぱりわ私はグローバル化という大きな変化の中で取り残されてきた白人の労働者階級の方を民主党も共和党もある意味こうなんか置き去りにしてきたそのツケが回ってきたなとでずっと進んできたらやっぱりあのグローバル化というのはいろいろいいところもあったんですけどそのまあ過程でついていけない人もたくさんいると。えー、でそういうい人たちのまあ反乱を なんかトランプさんが率いたのかなという気がして、まあ、そういう意味ではイギリスのブレックスって言ってもそうなんですけど今回のトランプさんの選挙活動の成功というのを見てるとやっぱりなんか世界的に見てグローバル化のスピード違反をしてちょっと飛ばしすぎたのかなと。やっぱり取り取残されるる人たちに対する配慮が 少し足りいなかったのかなという、そういう気がしてて、実は私、このトランプという人に、1930年代の大統領だったフランクリン・ルーズベルトという人の姿を重ねてみることがあるんですけど、はい、フランクリン・ルーズベルトというのは、ああ不景気の時にニューディールということで、たくさんの仕事を創出して、労働者階級を取り込んだ人ですよね、はいでまあ、トランプさんはこれからそれをやれるのかどうかわからないんですけど同じような。 立場だと思うんですね。で、フランクリン・ルーズベルトという方もトランプさんと同じように非常に豊かな家庭の方で、あの、トランプさんと同じなんですけど、ただまあ、トランプさん、実はまあ、フランクリン・ルーズベルトほど、品位がないと。だからちょっと下品なフランクリン・ルーズベルトが出てきたのかなというような感覚を持っています。で、で、ただフランクリン・ルーズベルトその外交問題に関してはやっぱり第二次大戦の危機が迫っているイギリスを助けたいという積極主義でだったんですけど、トランプさんは、 実はそうじゃなくて、まあ、孤立化的な傾向を、まあ、吸い上げてここまで成功してきたのかなという感じがします、ええ、で選挙期間中に、まあ、いろんなことをおっしゃいましたけれどすでに、まあ、あのトランプさんの,あのホームページからはイスラム教徒の入国禁止という言葉が消えているそうなんでやはり現実向きに少しは舵を切,切っていると。はい、でもこれだけ煽ってて当選した以上全て 看板を下げるわけにもいかないしなかなか難しいところかなといううにいう気たしますね、まあ、でもそれをこそ期待して投票した人というのはなんか今回の投票行動を見るとそこまでそのトランプ票の中でも多くはなくて一つの象徴でそうは言ってくれたけれどもやっぱり一番はそのグレートアメリカの部分というかやっぱ俺たちの雇用とかそうした部分をちゃんとやってくれよね、はい、まずはというのはそうしたところだったりするんでしょううかねそうですねですから、まあ、あの手っ取り早くじゃあどうやったら雇用を創出できるのかとそれはもう 公共事業ですよね。うん、ですから、まあ、アメリカもはじめ日本をはじめ。セメント業界の株が急騰してるとか、そういうその手っ取り早い公共事業に。手をつけてくれるんじゃないかという期待は日米では。すごく高まっていると思いますね。うん、なるほど。さて、佐藤さん、あの、日米外交など、がご専門ですけれども。トランプさん、あの、日本に対しても、まあ、安全保障上の、まあ。えーまあ つけというか、自分たちでもっと金を出せとか、場合によっては核武装といった、さまざまな発言をしてきたわけですけれども、このトランプ氏の勝利、日米関係という観点からはいかがでしょうか。そうですね、あの、選挙期間中のトランプさんの発言については、まあ、日本の中でもさまざまな <laughs> 批判や反論も <laughs>、すみません、あったと思いますけれども、あの、えー、彼がいろいろやってきた発言というのは、最初の段階は、どう見ても、 あの、80年代のですね、あの、えー、模摩擦の時代であるとか、まあそういったことを背景にしたような批判がなんかどうも多かったと。つまり、あの、今言われてますけど、あの、基本的にあんまり日米関係とか外交問題について、あまり、 あのご存じないとういうことがやっぱり前提にあったと思うんですよ、ねうんうん。アジア全体をあまり知らないという印象もありますよ、ね、そうですね。うん、で、まさにあの、えー、日本の外務省とか、あるいは専門家の方がですね、日米関係はこうだとか、あいろんなことを説明すると、彼は発言を少しこう修正をするということをやってきていますので、さまざまこれから学習していくんだと思うんですね。うんうん、でただ あのまさにその安倍首相が河井補佐官をです、ね、14日からアメリカにやってそしてそのトランプの人脈であるとかいろんなことについて調べろというふうに、えー、言っているのとおまさにその、まあ、同じことなんですけどもあまりにもそのトランプさん自身についてもあの日本側もよく分かっていない<ー>でトランプさんも多分いろんなことが分かっていないだから相互にどういうふうに情報交換意見交換できるのか、えー、それがこれからの日米、えー、少なくとも あのトランプさんが言っているその防衛費の負担の問題ですとかそういったことについてはまあそういったこのお互いの情報共有がどのぐらいできるのかということが中心になると思うんですがただ、トランプさんが大統領に当選したという問題はそういう短期的な問題にとどまらないようなもっと長期的な大きな問題が あるっていいう,うにも思っています、まあ、これは多分後で言えろになることだと思いますもともと世界の警察にはならないというようなことはオバマさんの頃から路線としてはまあ見始めていた頃ですし、はい、その前から見え始めていたことであるんですがトランプさんによって例えばそれがまあ急アクセルをこう踏まれるような状況になったりするとあの各地域のバランスというのは一気に変わって不確定要素もまあ当然出てくるとそれは日本においても当然ながら影響は大きいと考えることができそうですよねそうですねその通りだと思います。 あのオブマさんは世界の警察ではもうないということは確かにおっしゃいましたけれどもただ あの現状の国際秩序を何とか維持するということについてはきちんとした対応をしようとしていたわけですね。えーはい、で、大変残念ながら21世紀になってですね今の国際秩序を、まあ、力を使って変更していこうという動きが、まあ、ロシアや中国などで見えるわけですから、えー、それに対しては、まあ、その周辺の国々も含めて対応しなければならないと。 あの果たす役割というのは極めて大きいということはオバマさんも認識をしていたわけですよね。だからそれがあの残念ながらトランプさんの選挙期間中の発言にほとんどそれが見ることができない、えー、でご自身もその孤立主義ということをおっしゃっていると、えー、そうするとあの国際秩序を維持するというのは、まあ、派遣国の極めて重要な責任になるわけで,でそうすると日本としてもですね ただ単に日米関係の強化と言っているだけでは済まないような状況つまりあの東アジアだけじゃなくって東南アジアの国々も含めてアメリカが責任を持って対応してくれなくなるということになるとそれぞれ独自の今、フィリピンがそれを始めてますけども、えー、あの独自の行動を、まあ、おそらく取っていくということになるかなりそうすると秩序の不安定化がかか加速をするということになっていきますからうあそうすると日本外交も 相当いろんなことを改めて。 考えていかなければならないっていう時代に入っていったんじゃないかと思います。はい。まあ、例えば、フィリピンが中国に歩み寄りつつ、ただ、あの、トランプさん、こう、歓迎しているような向きもあって。まあ、両睨みなのかなという感じがするんですけれども。ね、ちょっと話は遡りまして、え、日本が、まあ、あの、トランプさん周辺と、こう、パイプがないという話ありましたよね。で、実際に、その、まあ、クリントンさんと、まあ、ヒラギさんと、もう、会う約束をある程度していた。ところが、あの、ちょっと、こう、肩す、うん、かしになったみたいなところもあったりしたときに。日本政府も、やっぱり、その、トランプ氏はないみたいな仕方で。 で両方の可能性を睨んだその何か動きみたいなのは、これはもうちょっとしてなかったというふうにもちろん、可能性としてはあったわけですから、あの全く何もやってなかったとっいうと、嘘になると思います、あのそれなりの,あの連絡とかあの、お金を作ろうという動きはあったと思いますが、ただやっぱりあの、ある段階からヒラリーさんが多分勝つだろうということを、多分かなり強くどうも思っていた。 はあ、節がああって少し前にってますもね,そうですねでもうその後は、あとはヒラリー政権になったあ後に、そのどのポストに誰がつくのかとか、あそういうその具体的な想定を含めて、動き始めているという状況になっていたようなので、えーえー、ちょっとトランプさんの方は。 後マシになったということだと思いますね、うん、だからノーマークとまでは言わなくても、はい、やっぱりそのマークがより薄いためにちょっとその対応が後手に回りがちな面があるというこうになるんですねこれからそう、ねはいったリサーチをまあ。 急ピッチで進めていくという状況になるわけですで、はい、さて小泉さん、はいあの、そうした中でですね日本の関係も当然変わるわけですけれども、はい、まあ中国という大国もありますし、はいはい、そして現状変更といえばロシアの動きというのは重要ですね、やっぱりこれはあの、まあ、クリミアなどのです、ね、問題もありますし、はいえー、それからシリアの問題もあります,す、はい、トランプさんとプーチンさんこの組み合わせになった場合にどういうバランスに変わりそうですか、はい あのロシアはまさにその今回トランプさん当選の法を受けて 一瞬、お祭り騒ぎみたいになったんですよね。やったぜみたいな。そうですね。あの、本当にお祭りで、はい、あの、ロシアに、あの、ジリノフスキーという、あの、自由民主党という政党の党首がいて。はい、この人は、まさに、ロシア版トランプさんみたいな人なんですよね。ほうほうひどい暴言を吐いたりとか、<ー>あの、めちゃくちゃなことを言ったりするわけですけども。うんうん、彼がですね、あの、トランプさん、当選のほが来た時に、ロシア議会内で、あの、シャンパンを配りまして。<laughs> ね、それから、自分で取り寄せた料理なんかも、記者にまで配ってですね、えー、あの、トランプ。 当選やったぜというあの、本当にお祭りをしたんですよ、本当にお祭りですね、で上げじゃないですか、ね、そうなんです、であとはきのロシアの宣伝放送でスプートニクっていうのがありますけども、はい、昨日そのスプートニクのサイトにです、ね、あのトランプさん、原稿録が載ったんですね、<う>選挙期間中にトランプがこんなこと言ってましたというのが、も,もちろんそのロシアの都合のいいところだけ抜き出してあるわけですけども、例えば、何が落とされて、何が載ってるんですか例えばですねあの、載ってるところで言うと、えー シリア問題に関して言うと、アサドは確かに悪いやつだと。でも、アイシルの方がもっと悪いやつだろうと。だから、まずアサドは生かしておいて、うん、アイシルを一緒に倒すべきじゃないかとかですね。まあ、ロシアと同じ路線ですよね。そうですね。うん、あるいは、ウクライナに関して言えば、もうウクライナなんかあんなもんドイツに任せときゃいいんだとかですね。うん、そういうことを、まあ、あのー、スプートに国営放送が、まあ、わざわざまとめて乗っけてるわけですね。はいはい、ですから、そうすると、 ロシアとしてはあの、これまでお話があったおり、要するにトランプさんというのは、一見めちゃくちゃなことを言ってるようで、要するに孤立主義者なわけで、ええ、そうすると、ロシアがこれまでずっと主張してきたその、えー、ヨーロッパ、特に旧ソ連圏における勢力圏みたいなものとか、それからあんまりこのロシアとか、友好国の内政にこう民主化という名前、手を突っ込んでくるなとかですね、うそういったそのロシアの不満をかなり組んでくれるんじゃないかという期待が、ロシア側にはあるんだと思うんですね。はいはい それからその直近のあの問題で言うと、やはりロシアが今何が苦しいかというと、やっぱり原油価格が下がっていて、それからなおかつ経済制裁を受けているという二重区で経済がものすごく苦しくなってるわけですよね、えー。で、こういう中でトランプさんになってくれれば、ウクライナ問題もういいじゃないかというんであれば、経済制裁も解除してもらえるんではないか。あるいはその、まあ、あの、 アメリカは、ウクライナの自由支援法という法律で、ロシアに対する経済制裁を行ってるわけですけども、まあ、この法律を全部、字義通りにやるんじゃなくて、ある程度こう、手心を加えてくれるんじゃないかとかですね。そういった期待感を持ってるんですよね。あの、昨日ロシアの中銀総裁が早速トランプになったんで、これは経済制裁解除あるんじゃないかという期待感を示したりなんかしましたけども、ね、はい、ま、そんなような形で、ロシアとしてはトランプさんというのは、もし選挙期間中に言ってることを全部やってくれるんであれば、 もう願ったり叶ったりの大統領と。うん。いうことになるわけですよね。ウクライナ問題があったときには、はい、例えば冷戦2.0みたいなね、はい、フレーズを使って説明する方もいましたけども、はい、アメリカ自らが、えー、まあやめた、ああ来たみたいな力で離れてくれるんだったら、はい、もうこれはバンバン時代。 ということに、ね、あのそもそもですねやっぱり冷戦2.0はできないと思うんですね、やはりそもそもその根本になるイデオロギー対立がないっていう問題と、はい、それからロシアにはもうそんな体力はないわけですね、ロシアにも今、ロシアの GDP は名目ベースで世界16位ぐらいなんですよ、えー、でルーブルが暴落しちゃったんで、まあ、実質購買力ではもう少しあるわけですけども、どう考えてもアメリカと向こうを張って、ですねまた欧州とかアジアで冷戦ができる状況ではとてもないわけですね。えー、でロシアがやはりここで今非常にこの この教皇にいろんなことやってるのは現状変更って側面もあるんですけどもロシアから見るとこれは現状維持なんですよこれまでロシアがロシア帝国とかソ連時代から持ってた 旧ソ連圏とか東欧の,その自分たちの地位をアメリカとかヨーロッパがどんどん侵してくると、これを守ろうとしているに過ぎないというふうに主観的にはロシア側は思っているわけですよね。ああなので、そういったそのラインがある程度認められるんであれば、ロシアは多分どこかで矛が収められるというのは、まあ、ロシア側の指揮者も言ってる話なわけで、もしそれがそのトランプさんの孤立主義的な政策で、まあ、もちろん、すぐに NATO を,をやめるとかです、ね、そんなことできないと思いますけども、何らかの形でこうロシアの立場が組んでもらえるんだったら、ロシア も適当なところで矛が収められると。 でアメリカの方も苦しいから、実際にある程度立場を交代させる可能性はあるんでしょうという期待は、多分ロシア側にもあって、まあそれがこのロシア側のトランプ待望論につながってるんだろうなと思うんです、ね、なるほどトランプさんの経済政策、いろいろ見るとです、ね、例えば石油、天然ガスなどもろもろ吐き出して、一方でそのパリ条約とか環境問題なんて知るかみたいな態度を示していたりすると、そうなると、やっぱりその資源国としての,そのロシアという面では、はい、ある種、競争がまあ激化する面も。 あるんじゃないですかねすこれがまさに先ほどのお話に出た、あの言わなかったことの方なんですよね、はいはい、でこれはあのナバリヌイさんというロシアの反対制派の弁護士がいますけども、彼があの早速ブログに書いたことですけども、トランプ喜ぶなんて頭おかしいんじゃないかと、うん、あの彼になったら、まさに今おっしゃったような状況で、がンガンエネルギー輸出して、ロシアのエネルギー価格下がっちゃうじゃないかと、えー、で今、ようやくエネルギー価格が少しだけ持ち直してきて、ロシアもどうにか一息つけそうかなという雰囲気になってるわけです 本当にこれをやられたらまたロシアは苦しいところに行ってしまうわけですよね。ですから、あのー、今、ロシアはトランプさんのすごくいい面ばっかりを見て期待を膨らませているわけですけども、えー、やっぱり実際にトランプ政権が動き出すと、まあ、何もかも今みたいなあのお祭り騒ぎの気分ではいられなくなるんだろうとはいえそのプーチンさんとトランプさんはなんとなく。 対話のムードというか、うん、そうしたものも事前から、その、国論として、ちょっと作られてるなという感覚があるということですか、ねはい、そうですね。あの、うん、まあ、あの、ロシア社会の中では非常になんというか、 あのトランプさんんのの受け止め方というのは温かいうはかですよね、えーまあ、それはそのロシアの先ほど申し上げたような国益を配慮してくれそうだ、まあ、配慮してくれるのか分かりませんが、少なくともロシアの邪魔はしてくれなそうだっていう点が一つと、あとはやっぱりロシア人はああいうキャラクター好きだと思うんですね、<ー>あマッチョな感じの、やはりそ特にそのプーチンさんは、すごくオバマさんとケミストリー合わなかったと言われていて、えー、やっぱりああいうインテリゲンツィアは好きじゃないんですよね。で一方そのブッシュさんととは非常に気が合ったと言われてますはい、はい からまあトランプさん、まさに先ほどちょっとあの下品なルーズベルトって話がありましたけども、<ー>ああいうそのザックバランサー、あ,のあえてちょっと下品なことやってみせる感じ、あれは、あの、非勤なそのケミストリーの段階で非常に気は合うんじゃないかという気はしますね。うんなるほどもう一個は、あの、トランプさん、やっぱりこの利権で動く人というイメージがあって、まあ実際どうだか分かりませんけども。まあ一応経営者というね、そうなんですよね。で、あれはどちらかというと、ロシアがこれまで相手にしてきた同盟国の、 指導者たちのタイプなんですよね。はいはい、あの理念がどうであるとかっていうよりは。 とりあえず目先の利権によってとりあえず話がつく人たちですから、まさにあのウクライナの前の大統領だったヤヌコビッチさんもそうですし、まあ、今、そのいろんな旧ソ連の国々を切り回している権威主義的と言われる指導者の人々もそうなわけですよねですから、なんかこうロシアとしてはなんとなくこうあの今まで相手にしたことがあるタイプの指導者というか、はい、あのやりやすそうなイメージもあるそろばん勘定と,、ね、というようなステージで話し合えてしかもそろばんのサイズもなんとなく近いんじゃないかという印象ですかね。

スタッフもいるようですがシリア問題での対ロシアなどと合わせてオバマ政権の下で構築してきた枠組みはどのように変化していくと予想されるでしょうか良くなりそうな点悪くなりそうな点の両方が知りたいです、はい、まず、高橋さんに伺いたいんですけれども、はい、まずシリアの方から伺いたいんですけれどりアサドを据え置いた愛知る対策ということで、はい、あとは手を引くということになっていくんでしょうか。これ合意として えーあのー、これまでヒラリーさんとの討論会で、まあ、トランプが言ってたのはそうですよね、あのー、要するにアサドが敵でアイスルが敵で2人の敵を同時に叩くというのは馬鹿げているという順番があるだろうと、だからまずアイスルが最初で,、えー、で、それに関してはロシアと協力して悪いことはないだろうということが1つありますよね、で,ですから、まあ、本当にそれを実行するのかどうかは別として、えーえー、そういう意味では非常に。 このシリアででではは協力できるるなという気がするんですんね、はい、で実はシリアの問題で私、ヒラリーさんが勝つと怖いなと思ってたことがあって、ヒラリーさんの提案はこれだけ難民が出てくるんだから、シリアの北部に飛行禁止区域というのを作って、はい、そこにはまあシリア空軍とかが入れないようにして、安全ですよというので、難民が出ないようにしようという提案をしてたんですね、で誰がそれを守るかというと、当然、アメリカの空軍ですよね。はい、でそれに備えて実ははもうロシアはあの最新式の地対空ミサイル セットを持ち込んでるんでででるすよねでもしアメリカがそこであの飛行禁止区域を実力で作るとなったらそこでロシアとアメリカの戦闘機が衝突するとか、えー、アメリカの戦闘機がロシアの地対空ミサイルで攻撃されるというので本当にひらりさんが大統領になってそれをやったら戦争が始まる可能性がすごく高かったのでうん、うん、そういう意味では、まあ、あの私はちょっとひらりさんが勝たなかったのはシリア問題に関してではここであの火がつく可能性が下がったなというのは思って ちょっとトランプさんでほっとしたところですね、うん、緊張点の一つが緩和されたということですよね、トランプさんがおっしゃったことで一番やっぱり気になるのは、イランとの核合意とね、あの合意というのはもう史上最悪の合意だと、俺が大統領になったら最初の日にあれを破り捨てるって言ったんですよね、うでえー、そうなると、イランがまたこう核開発を進めるとか、それを実力で止めるとか、戦争の危機が高まってくるというところがあるんですよね。ただ、えー このトランプさんが言うことのもう一つはロシアとの協調ですよねで、ロシアとイランはうまくやってるわけじゃないですか、はい、でロシアと協調するということは、ロシアの味方であるイランと、 とぶつかるというのはまずいですよね。だからトランプさんどっちなんだというところがあって、トランプさんいろんなことをいろんなとこ、いろんなとこで言ったんですが、全部合わせると一つの円にならないと。なんか、抽象画みたいにこう顔が二つあったりするという感じで、まだ一体感がないんですね。ですから、たぶんトランプ政権は考え抜いてないと思うんですよね。ですから、今からちょっともうこれ以上摩擦が高まらないように整合性のある政策を考えていただきたいなというのが私の気持ちですね。どんなブレがつく 分からないんですけれどもねあの、これ、まずシリアの話について、もう一つちょっと重ねたいですけれども、とはいえ、アイシュル相当作戦がまあ成功したとしても、より多くのシリア国民をまあ殺害したのは、これ、アサド政権ですよね、はい、そして多くの難民を生んでるのも、これ、アサド政権があるからということになるので、難民問題はこれ、残り続けるわけですよね、それについてはどうなんでしょうかえあの。基本的に難民問題はヨーロッパの問題だろう、中東の問題だろう、なぜアメリカが。 関与するんだというのがまああのトランプさんの主張ですよね。難民なんか入れるから、えー、その中にテロリストが入ってきて大変なことになるとだからもう俺は入れないぞということでアメリカがそんなにたくさんシリアの難民を受け入れてるわけではないんですけれどそれをやるつもりはないということですよね。うん、ですからまあ難民問題に関してはそんなに積極的に関与するつもりはないんですよねでまあこの難民問題の鍵を握っているのは一番難民を受け入れてるトルコなんですけど、えー、まあエルドアンさんがまあ ね、プーチンさん、トランプさんと同じ体質の指導者ですから、まあ話がうまくつけば、トルコがなんとかしてくれるということになるのかもしれないですね。うん、そのトルコがなんとかするというのは、例えばその安全地帯をどこかに作って、そこで一つのプールとして、欧米などにこう、まあえー、人民がこう流れていくことはなく、まあでもトルコが、 あるいは近隣諸国ばかりが負担を負うことのなくという状態を作るというようなプランが一つ、一話されていたと思うんですけど、はい、そうしたことにはなっていくんですかそうなんですね、ですから、まあ、トルコに言わせると、何も出すんねんというのを皆さん、いくら出してくれすかという問題が一つあると思うんですね。えー、でもう一つはそこが、まあ、アサドと あのロシアと話し合わないといけないことなんですけどアサドにしてみればシリア全体は自分の国であってその主権国家の一部に、ね、トルコが安全保障地帯を作るとかねんとんでもないと自分の主権は実力で守るぞと。 とというううことにななりますかのすよねどどどるるのかだから、ロシアとそこは話をつけて、まあ、スポンサーのロシアが、朝田君、そうは言っても、ね、世の中、そうはいかないんだよということですかね、まあ、そういう意味では、やっぱりロシアが非常に大きな役割を果たしてくると思いますね。じゃヒラリーサイドの、つまりアメリカサイドからそうした安全地域を作るのではなくて、うん、アサド、ロシアスポンサードの元トルコなども含めて協力して、シリア国内に作っていくというような路線に。 なっていくのではないかということですかえ可能性としてはですね、うん、ただまああのトランプさんがそれほど難民問題を考え抜いた形跡はないんでこれからだと思うんですけどね、えーまあ、考え抜いたというか、うん、まあ考えもせずに難民邪魔だ来るなっていう言ってますよねそんな中でこんなメールも来ておりますラジオネームグルーヴ十八さん 中東の情勢不安から広がった難民や移民に対して排斥運動を掲げている。極右政党がここ最近、欧州各国で急速に議席数を伸ばしているように思えます。トランプ氏が彼ら、えー、極右政党と協調していくような政策を取るのではないかと危惧している次第ですが、いかがでしょうか。うえあのー、その懸念は本当に、あのー、私も共有していて、すでに、まあ、ブレックス、ブレックスとですね、イギリスを言、e、うから。 足を抜かせようという運動の人たちは、もうあのトランプさんと一緒にあの選挙運動なんかやってましたし、はい、あの連帯感は強いですよね、でそういう意味では、あのそういう、まあ、グローバル化行き過ぎだろうと、難民問題をなぜわれわれが引き受けてないといけないんだと、うん、だからまあ、あのー、孤立主義で連帯しようっていうの、ええ、不思議な,思議思議なえ、だから、うん、トランプさんの言い方はアメリカファーストですよね、うんはい、で実はこれ、<え>1930年代のチャールズ・リンドバーグなんかう使ってた、アメリカ孤立主義の。 あのスローガンをまた使ってるわけです。本人意識してないと思うんですけどね。で、で、ですからまあフランスにしろイギリスにしろみんなフランスファーストだしイギリスファーストでその難民の問題は重要だけど我々が第一義的な問題は。 イギリス人の面倒を見ることにあって、フランス人の面倒を見ることにあるという、そういうところにあると思いますね。うん、なるほど。うん、あの、まあ、冷戦以降もですね、やっぱりそのアメリカというのはある種のその自由主義、それから民主主義というものを一つのその世界の理念として守っていく。これはま、国連の一つの理念でもありますけれども、そうした一応、いや、一大プレイヤーとして、ま、自分たちをこう位置づけていた面もあったりしたわけですけれども、一方でその孤立主義ということをそのリーダーシップを発揮していた国が、ま、掲げ、各国に負担を求めていくと。 というふうになったときに、佐藤さん、あの、オバマ政権の時は、ソフトな仕方で、各国のパワーというものを、ちょっとこう、調整しながら、ネットワーク型で、そうした安全保障体制を築いていこうというような格好だったりするわけですけれども、トランプさんというのは、そのネットワーク型という構想は引き継ぐのか、それともよりちょっと早期撤退みたいなことまで、ちょっと暴力的にいくのか、そのあたりはどうなんでしょう。まあ、これはあの、本当、正直言うと、あの、トランプさんが大統領になって、 えー、そういうその安全保障関係の政策を明確に打ち出していくまでは本当うとはっきりとわからないというのがうあの正解じゃないかと思うんですが、はい、ただ、彼の発言はあの例えば中国に対する発言にしてもあの非常に断片的であって日本の,その安全保障に関してもその非常にその。 駐留費の問題であるとか、まあ、その断片的なことしか言ってないんですよね、はい、だから高橋さんおっしゃいましたけど彼の発言はあの彼の話を聞くうその彼の話を好んで聞く人たちに向けて、えー、その耳に、えー、いい。 ようなフレーズを選んでやっているというのは傾向が強いですから、うん、あの整合性がある政策を今まで考えているとはちょっと思いにくいんですよね。うん、ですからまあ彼はこれからその例えば今、名前が挙がっているのではマイケル・フリンさんとか、はい、まあそういうその軍事関係とかそういった人たちの意見を聞いて、えーえー、政策をちゃんと作っていくと思うんですけども。うん、まず最初は も彼が掲げているその百日間でやんなきゃいけないって出しているその政策まとめている政策っていうのは大部分がまあ経済の関係で、えー、安全保障はどちらかというとその後っていうことになっていると思うんですね。彼の関心の中ではそんな高くないと思うんですが、だからあの少なくともあのー、今のその彼のその経済政策っていうのに差し障りがない形であればですね、あの早急に。 大きく何かを変えていくということは多分そ、そのの方のデメリットの方が高いというふうに彼は踏むんじゃないかというう思います優先順位が低いということですね、孤、ね、立主義のまあ反面ですよね、それはねで逆にその例えば日本の問題に引きつけて考えると、まあ、彼がその国益とか安全保障とかいうことについて、どの程度イメージできているのかよくわからないんですが。えー あの日本との関係、日本との安保関係というと、アメリカが得てる部分は非常に多いわけですから、はい、あのもちろん、あの中油費の問題とか、もうちょっと増額しろとかいうようなタフな交渉はしてくる可能性は結構あると思うんですね、あの選挙機関長に言ってますから。ただ その韓国との関係とか日本との関係とかいうことをその大きく崩していくということはあまり考えにくいかなというふうに思っていますこれ、中流費払うということになればある種、日本が雇っているという格好になるので,そ,うです、ね、その捉えられ方が意味が変わってくると思うんです彼が言っているその偉大なるアメリカということからするとそれでいいのかって話も出てくると思うんですよね。 金で軍事力を輸出するっていう,うなのそうです、ね、あの,あのおかしいだろうと矛盾するだろうって話もなってくると思うんです、えー、で、ですからあの今のやり方を踏襲していくということの方がメリットがあるよっていう風にあの多分教える人たちも出てきて、うん、でそれをやっていくと思うんですただ、彼はあのその外交問題でやっぱりそのイランの問題だとかクエートのあのロシアの問題が出てますけれども。 やっぱりその、えー、中東であるとかそういったところにの問題が多分、彼の頭の中ではあもっとその安全保障関係では大きいウエットを占めていて、えー、でその全体として世界に展開しているアメリカ軍の状況とかをどうすればいいのかということの見直しというのは多分始める可能性はあると思うんですね。うん、それは60年代にににママクナマラが国防長官になった時に まさにそのビジネスの手法を持ち込んで,です、ねえー、その費用対効果ということを厳密にやり始めたというのと全く同じようなことをやる可能性はありますね。彼はつまりあらゆる面で政治に関する素人ですからあのでこれまでやってきたこととつまり規制の政治とは違うぞということを彼は見せなきゃいけないわけですよね。はい、そうううするるととと見せきにあの自分の安全保障政策はこうだっていうこだいを あのいずれ打ち出す可能性はあるとその時に世界に展開しているあの米軍の状況とかですねそういうのもあのこれは無だとかこれは必要だとかいうことを彼、まあ、独特の。 えーえー、こうまあどういう基準を作るかわかりませんけれども、でそれに基づいて大きく見直していく可能性というのは私はあるんじゃないかと思います、ね。まあトランプバージョンのリバランスみたいなことを行っていくということになるわけですね。すねはい、こんな質問メールが来ております。<laughs> はい、ラジオネームあんこさんです。 トランプ政権下でさすがに米軍撤退はないとしても日本の在日米軍への負担は最大でどのぐらい増えるものなんでしょうかまた、基地問題や日米の対中政策などにはどのような変化があるんでしょうか。うんこれいいかかかがででしょうう負担を増やせとかいうのもですね あのそれはあのいろんな議論の中で、えーまあ、彼が売り言葉に買い言葉みたいにして出,た出した言葉であるとかうまあそういうのも多いんですね。ただねその日本が出しているその中流米,米軍駐留に関する経費っていうのは大体7割を超えるぐらいで他の国々に比べればはるかに多いということで。 あるわけですねで日本としては財政問題もあるので、えーえー、下げてくれということをその交渉していて、うんでまあ、今、下がってきているところではあるんですが、ただ、やっぱりその今、下げてきているということがあるわけなので、やっぱそれはだめだということで、もっと負担を増やせという交渉は可能性として高いと思うんですね。うん、でただ、先ほど申し上げたように、今の枠組みを 崩す方がデメリットになるということになると思うので、えー、あの大きく変更するとは思えない。ただあの一つ言えるのは、まあから共和党ですけども、従来その共和党系のあのその政権の方がですね、まあ日本はいろいろ話がしやすいとか、いろいろなまあそういう話があるわけですけれども、えーまあ、いわゆるジャパンハンドラーと言われるような人たちで、まあ、まあそもそもその日日 地日派とかです、ね、言われるような人たちというのは、ワシントンの中でもだん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 影が薄くなってきていることも事実なんですけれども、はいはい、トランプさん自身がです、ね、そういった人たちにあの今までの発言を聞いても、ですねあ,の多分あんまりそのコネクションがないと。ですから、新政権になって、あの今までの、つまりこれまで積み上げてきた日米関係というものをきちんと知っている人、 があの入ってどれほど入っていくのかというのは全く未知数だし多分そんなにいないだろうと思えるわけですねだから逆に言うと今当たり前のようにして話が進んでいること例えば沖縄の話であるとかそういう問題というのはトランプさんになって。うん 変化すするる可能性自体はあると思いますねうんそれをどう例えばそのシンプルなあの反応というのがいくつかあって例えばあの保守系のシンプルな反応だとよっしゃトランプさんが言うんだったら自衛隊を軍にして、まあ、救助を改正して核も持とうじゃないかこれでまあ一つの,あの普通の国になれるじゃないかというシンプルな発想があると、うん、であの逆にその左派的なシンプルな発想というのはやっぱこれで一つその、まあ、米軍が撤退するのであの基地問題などもなくなるじゃないか、うん、TPP もなくなる ななるるのででそれいいいいじゃないかとう,ような話もあったりするしかし、両方ともそれが現実的なのかということと含めて、あの、そういうふうになった場合の、その日本のある種の安全保障というものが、よりその高負担のものになってある、なるであるとか、あるいはその核を持つみたいなことになったりすると、ある種その世界中からむしろリマーク、もう一度マークされて、あのー、まあ、様々ままなその発言とか、そうしたことも含めて、そうした国だ、危険国家だという,う形で見られるようなところも含めて、まあ、リスクが様々ままにあったりするわけですよ だからそうではないような仕方を、まあしっかりと議論しながら、しかし、今までのそのアメリカの核だけじゃない様々な傘の下にいることを大前提とした議論というものを、まあ実質的にある程度見直しの余地も残しながら、今までの例えば平和主義などとどう共存させていくのかなどなどの、いろんな まあ論争とかシミュレーションがこれ必要になってきますよねその通りだと思いますねあの、例えば中国に対しても、例えば南シナ海の問題などで、アメリカは自由の航行作戦みたいなことをやって、<ー>あの力による現状変更を許さないぞということを見せている一方であの、別のパイプもきちんと作って、で例えばあの軍事演習、リンックにしたって、中国海軍に参加しますしあのいろんなことをやりながら、 あのー、最悪のケースにならないようなことをやってるわけですね、えー、でそういうようなその安,全安全保障というのは非常にこう多面的な問題ですから、うん、そういうことをやってると、でそこまで、でその安全保障とか、そういう積み上げっていうのは、これまでの経緯とか、いろんなことがあることを、トランプさんがどのぐらいの期間で、 きちんと理解できていくのかっていうのは、これがよくわからないんですよね。えー、多分、モラトリアムというのがあって、はい、おそらく、まず掲げている100日っていうような仕方で、<coughs> 国内問題に注力するって、その、まあ、しっかりと成果を出しましたというアピールをする。その間は、おそらく外交は現状路線から大きく変更はしないだろう,う、ね、ということになるわけですね。えーはい、ただ、そこから先のどんなブレーンが何を言うか、何を支えるかによって、はい ちょっといろいろなリスクも含めてまあ余地があるのでそうですね、うん、あのそれがすごく大きいと思いますで日本はあのその今の憲法の下でですねそれでまあやれることがどこまであるのかということを手探りでいろいろやりながらまあそしてまあ今の状況になっているわけですねまあ憲法憲法改正が憲法に違、えー、反してるかどうかっていうのは、まあ、これはまあ議論がありますけどもそこはちょっと置いておきますが、うん、あの。 東南アジアの国々からのリクエストもあったりとかああいうこともあって例えば中国の外交政策についてはですね、まあ、いろんな形で対応していこうということでやっているわけですね。うん、これがただそのトランプさんがあの少なくともしばらくは現状を維持だけれども基本的にはあの大統領選挙で明らかになっているのもやっぱりその先ほどからお話に出ている 孤立的な傾向が非常に強いといととうことですよねで国際秩序にどの程度責任を持ってくれるのかっていうと、やっぱりそのアメリカファーストとかいうことであの、アメリカの利益になるのはや,るやらないけれどもや、利益にならないことはやらないというようなことで、それで明確に線引きをしてしまう。はい、でその利益っていうのが果たして何かというと、例えば経済的な利益とか。 で、いうことで限定されたような利益ということになってしまうとですね、例えば東南アジアの国々とか、あの、今アメリカと中国とか両方を見ながら、でも中国の えー、その力がこれ以上強まってしまうのはよくちょっとまずいよねと思いながらアメリカや日本と協力してってやってる国々、うん、あるいはもう中国ともうやっていけばいいよって言ってる国々いろいろあるわけですけれどもここら辺がです、ね、多分、バラバラになってしまうあるいは大きく中国になびいてしまうっていう,ようなことがかなり見えてくると思うんですね、その時にじゃあ日本の立ち位置どうするのかと。 あの現状の例えばアメリカがこういう絵を描いたこういう戦略を作ったからこの戦略の中で日本はどこまでできますかというのが今のまでの日米安保関係だったんですけども、えー、アメリカがどこまでやってくれるかもう全くわからない状況になってきているということになったとしたら日本はどこまでできるんですか何をするんですか、うん、それこそ今まで封印していた憲法の問題も含めて日本がこれからどういう外交を行っていくべきなのか さっきもちょっと騙したけども戦後平和主義というものをどういうふうに生かすのかあるいは本当に普通の国みたいになってしまうのかということも含めた議論をもうあのせざるを得ない。 状況になななっってきててきいるのが今現在じゃないかなと思トランプさんが出てきたからではなくて、もともとそういった議題はあったわけですけれども、そ,ね、それが加速する。例えば、極端な話、はい、アメリカの核及び軍事の傘というのが、まあ、ほぼ薄まったような状況の中で、地政学的な北朝鮮、中国、その他様々な国との中で、 アジアに、ひとまずはアジアにどんな秩序をもたらすために日本が何をしていくのかういうと,、ね、ということを思考していく、今まではなんとなくアメリカとの関係は強固だからということで、はいはい、まあ、ある部分を考えなくても済んでいた、他の部分で経済成長とかに集中できた面もあるわけですけど、そうじゃ、多面的な思考というのをもっと加速させなくてはいけないわけですね。そ,すねはい、そしてこんなメールも来ております、はいえー、ラジオネーム、フルクラムさんです。 小泉優さんに質問があります。トランプ氏当選でアメリカの対ロ外交はいかに変化するのでしょうかとりわけ、えー、欧州など、ナ、え、ト、ー、へのコミットやシリア内戦におけるスタンスの変化が気がかりです。唯一、北方領土問題に関してはある意味追い風でしょうか うんまあ、シリアなどね、うん、いくつか話した点もありますけれども、例えば NATO であるとか、それからまあほっぽり者も、どなた、いかがですか、はいはい、まずあの、NATO に関してはです、ね、まあ、そんなに大きく変えられないんじゃないって話もあったわけですけれども、まあ、やはりその NATO の枠組み自体がすぐに解体するとかです、ねあの、米軍が撤退してしまうってことはないんだろうとは思うんですけれども、はい、ただやはり今あの、ウクライナであるとか、統合の国々が戦々恐々としているのは、 やはりこのアメリカのコミットメントがだいぶ低下するのではないかと。で、あの、東ヨーロッパの国々は、まあ、なんだかんだそのロシアからハイブリッド戦争を仕掛けられるかもしれないというような脅威は持ちつつも、でもやっぱりちゃんと NATO という軍事同盟に入っていて、で、まあ、第5条の集団防衛もあるわけですから、まあ、やっぱ最悪の場合は、助けてくれざるを得ないだろうという期待はあるわけですけど、はい、やはり一番おっかないのはウクライナだと思うんですね。うんうん、で、今、そのウクライナに関しては、まあ、その、一応、その停戦というものが成立して、 で、アメリカもこれからウクライナに、あまあ、すでに軍事援助は行ってるんですけども、まあ、もっと高度な殺傷性の武器なんかも供与しようかというような話があったところで、トランプさんに言わせれば、そんなもんドイツに任しとけって話になっちゃうわけですよね。んなんで我々が同盟国でもないウクライナなんか守ってやらなきゃいけないんだと、あ,あの、旧ソ連の勢力圏をまあプーチンに任しとけっていう話になってしまったら、はい、多分ウクライナはもう、 NATO 加、えー、の望みが絶たれるどころかあの安全保障上の問題で例えばクリミアの放棄を本当に認めなければいけないとか相当大きなロスを被る可能性があるわけですよねでまさにそれがロシアが期待していることではあるわけですけども、はい、おそらくそういったそのロシアの脅威に直面しているあの東欧から旧ソ連の国々としてはなんとかそのプあのトランプさんが本当にそこまでやるのは止めたいと。 でポロシェンウクライナのポロシェンコ大統領は、えー、もう来年の2月には早々に訪米してトランプさんに会うんだと、うんえー、言ってますのでやはりなんとかこうあのトランプに、ねまあ、誰が囁くのかという話がありましたけども、えー、やっぱりあの、そういう統合の秩序はそんな簡単に変えちゃいけませんよという話をしに行くんだろうと思うんですね、うん、で一方、プーチンさんの方は今日のロシア大統領府の、えー、発表によると、まあ、来年前半には会うと。 言ってるので、はい、まあなんかこう、何が何でも早くトランプに会って、われわれに有利にし,た方してもらわないとというような焦りはそんなには感じられない感じですまね、まあ就任したらとりあえず会いましょうかという感じかなとだから会う順番でも結構見えてきますよね、見えてくると思います、ね、で日本も、うん、まあ,ある意味、焦っている面もあるというのは、はい、あの見て取れますよね。そうでですね、うんで 北方領土のお話がありましたけども、あの、確かに、そのトランプさんが孤立主義的な政策を取るんだとすると、まあ、日露が平和条約いいんじゃないというふうに言ってくれる可能性もあるわけですけども、はい、あのー、二つ、多分ちょっと考えなければいけないことがあって、一つはそもそもなんでロシアが今ここで一生懸命日本に接近してきたかってことなんですよね。うん、で、それを考えてみると、やっぱりロシアとしてはまず経済制裁受けてて、 苦しいでそれからシベリアをなんとか、シベリア極東なんとか開発しないと、あそこが無人化してしまうと、はい、まあそういう懸念があって、じゃあ、あ領土問題をてこにして、日本から投資が引き出せないかなというのが、ロシアの戦略だと思うんですけども、これでもしも、トランプさんが、えー、その東ヨーロッパの問題、あるいはシリアの問題で、そんなにロシアに辛く当たらなくて、うん、え先ほど申し上げたような制裁なんかも手心を加えてくれるという話になってくると、そんなにロシアが焦らなくてもよくなってくる可能性も。 あるんですよそれからもう一個は、安倍政権の側から見ても、おそらくこうかなり前のめりでやってきたのは、まあ、やっぱり当然、ヒラリーになるんでしょうという頭があって、うんで、ヒラリーになる前に枠だけは作っちゃわなきゃっていうのがそらくあったんじゃないかと思うんですよね、ええへへところがそれが、えー、トランプさんでそんなにうるさいこと言わなそうだなって話になると、安倍政権の側でもそんなに急がなくてもいいかもって話になってくる可能性もあるわけですよね。う でですんで、まああのせっかくここまで話が進んできているのでおそ、まあ、らくあの、領土交渉がこれからいろいろと進んでいくんだろうとは思うんですけどももしかすると、まあ、その今回のプーチンさん来日のトーンが若干変化するかもしれないなというふうには思っています。はいうん ただ先ほどのそのエネルギー面も含めた経済的な競争にさらされたロシアが経済面では別に改善するわけではない政治面では睨まれにくくなるかもしれないけれども政治、経済面でやっぱりあの協力が欲しいなというところが残ったりするとその面でこれからはその日本の経済支援カードが効いてまあ交渉が続くという面も当然まあ考えられたりもするわけですよね。そうです,、ね、ですんでそこのところはトランプさんが実際何やるかに相当寄ってくるんだと思うんですね。経済も含めて有利にもたらすものになるのかという 順だからもう知らないから原油バンバン輸出するよって話になったらこれはロシア相当困る話だと思いますしょっぱなからそれをやるかやられると困るただ、先ほど高橋先生のお話にありましたけどもイランともしここで関係がこじれるとイランの原因が出てこなくなるのでロシアとしては嬉しいって側面もあるんですよねだからそのいろんなファクターがあるのでなかなかこう,こうなるだろうということが言いにくいすごく予測不可能性が高いと思います。うんなるほどではお知らせに続いてですね、はい より長期にどうなっていくんだろうかという議論をしていきたいと思います。えー